この衝撃的なビデオは芸能界を席巻している魅力的でマルチな才能を持つ日本のピンナップモデル兼女優寺本リオの急成長にスポットライトを当てたものだ。2001年広島生まれの寺本は身長152センチメートルと小柄だが、88、60、88というスレンダーでありながらピンナップモデルとして理想的な見事な曲線美を誇っている。寺本が芸能界を志したのは中学生の頃、舞台で観客を魅了する友人の姿を見て自分もスポットライトを浴びたいと思うようになったのだ。この運命的な瞬間が彼女を2016年のモデルデビューへと駆り立てた。その翌年にはローファーズハイや屋根の上のバイオリン弾きといった大舞台でブレイク。これにより彼女はモデルという枠を超えエンターテイナーとしての才能を急速に開花させた。2018年には権威あるミスマガジンにエントリーし準グランプリを獲得、次世代の宝というニックネームで呼ばれるようになった。2019年は彼女にとって大きな飛躍の年となった。寺本がネット上に投稿した水着写真は日本だけでなく海外でも話題となった。彼女の SNS のフォロワー数は隣の家の少女のような魅力と爆乳の曲線美の勝利のコンボのおかげで急増した。その勢いに乗って2020年に発売したファースト写真集キュリオシティは女性タレント写真集売上ランキングで1位を獲得。モデルとしての才能に加え幼少期からダンスを磨き5歳からピアノを習っていた。多彩な経歴を持つ彼女の将来はますます輝きを増していくことだろう。本チャンネルでは才能あふれる寺本が今後どのような高みに到達しキャリアを開花させていくのかが楽しみでならない。彼女のような日本の素晴らしい新進気鋭のモデルをもっと紹介することを楽しみにしている。新進気鋭のモデルの一端をご覧いただきありがとうございました。